未来警察浦島ンは、1983年1月9日から12月24日まで、フジテレビ系列で、前後10話が放送された、タツノコプロ制作の SF アニメ。放送時間は1983年3月27日放送分までは、毎週日曜18時18時30分であったが、同年4月2日、放送分より毎週土曜18時30分19時に、 変更された。本作品は当初、タツノコプロの本流であるメカアクション路線の未来警察ものとして企画されていた。タイムスリップ、タイムパラドックスなどの SF 設定や、目が小さく等身の高いリアル系のキャラクターデザインにもそうしたコンセプトが反映されているが、実際の制作段階では、ギャグ主体であった全番組、ダッシュ、活平の流れから、 定年齢層を意識してコミカルな作風が施行され、主人公やサブキャラクターの表情が大きく崩れる演出なども盛り込まれた。一方で中盤以降は主人公の秘密をめぐって当初の企画に寄せたハードな展開がなされるなど、バラエティ豊かなストーリーが展開された。また、登場人物も敵味方に関わらずサブキャラクターまで丁寧に描かれた。 当初の企画のハード路線に合わせたキャラクターデザインはアニメ映画現場大戦にアニメーターとして参加した中村隆によるものである。大友勝洋の画風の影響を受けている中村にとってこれが初のキャラクターデザイン作品となった。チーフディレクターのマシモコウイチと共に中村の黄金戦士ゴールドライタンでの仕事は 注目を浴びており、ゴールドライターンで経験を積んだ若手スタッフにより、本作品は制作されている。最終回、さよなら2050年では、エンディングのスタッフロールに、制作に関わった全関係者の名が記されるとともに、そして、この番組を見てくださった、あなたです。の意味を込めて最後に、アンド&ユー、You? の一語が添えられた。ドイツでは、 ロックンコップというタイトルで1995年に放送された。2012年には東京 MX で設立50周年記念みたい番組はあなたが決める。タツノコプロ名作アニメ総選挙と称した放送の要望を趣旨として実施された人気投票が実施され、ノミネートされた10作品の中で最多票を獲得するという根強い人気を見せた。 これを受け2012年11月9日より東京 MX にて再放送された。また東京 MX での再放送開始からに、ヶ月後の2013年1月10日から三テレビでも再放送された。1983年、東京。警察と派手なカーチェイスを繰り広げていた少年は突如、上空に現れた雷鳴と共に姿を消した。 次に少年が姿を現したのは遥か未来、西暦2050年の大都会ネオトキオだった。自らの記憶の一切を失い困惑する少年は、不審者として、刑事、クロードに捕まってしまう。しかし自身が未来で言う、浦島エフェクトにより、タイムスリップしてきた、タイ,イコール、浦島ンであることが判明した。未来でも未だ未知の部分が多い、浦島の少年は、 浦島竜という名を与えられ起動メカ文書マグナポリス38による監視の元刑事となる。竜は自らの正体と謎を追いつつ文書長の近藤警部たち3人と共にネオトケオで暗躍する犯罪組織ネクライムとの戦いに目を投じていく。タイトルの浦島は後日の浦島エフェクトから命名されている。毎回のオープニングナレーションでは 過去から未来に転移することを浦島エフェクトと定義しており、現実の浦島効果とは異なっている。この浦島エフェクトによって超能力を身につけた人間を2050年の世界では浦島と呼んでいた。そのため第1話の時点で主人公は記憶喪失であり名前が一切登場しなかったにもかかわらず、当初からネクライム側は浦島のロナで呼んでいた。なお、 浦島龍の名は次回予告が初出であり、エンディングのテロップには第1話時点から龍の名が使われている。前日の通り、作中において、浦島と呼ばれるのは日本昔話の浦島太郎が、その直接の由来ではないが、一方で以下のように作中では浦島太郎を連想させる描写もいくつか存在する。スティンガー舞台ネクライムの誠実動舞台。 元々はフューラー直属だったが、後にルードビッヒに忠誠を誓うようになる。登場当初は体にフィットした黒ずくめの服だったが、物語後半からは全員コンバットプロテクターを常時装着するようになり、戦闘、運動能力がより強化された。ホークシャークは細身で、ベアーが、巨漢、キャットは、こう一点と、抗議の戦隊物のお約束にも近いキャラ分けが、 なされている。ゲスト主題歌を収録した EP レコードや挿入歌すべてが収録された LP レコードはいずれも日本コロンビアから発売された。放送時間帯変更前の第12話と移動後の第13話は日曜から土曜への枠移動だったため同時ネット局では同じ週にには放映していたのに対し遅れネット局ではさらに一周の遅れが発生していた。 系列は放送終了時のもの。遅れネットの放送日時は個別に出展が提示されているものを除き1983年9月中旬から10月上旬のものとする。週刊少年チャンピオンにてテレビ放送に先駆けて漫画版を連載した。単行本は全4巻。作画は前半を赤し登る。後半を犬井春香が担当。 作者が違うため、同じタイトルながら、全く作風が違い、ハードなストーリーで、数話1エピソードとなっていた前半に比べ、後半は、オムニバスのギャグ漫画になっている。漫画版の結末では、竜の正体は、フューラーとして描かれている。他にも秋田書店の、冒険王、マイアニメで連載。ありがとうございます。